あ、ドゥ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 って言ってる。こっちに行くと振動が弱くなってるから、あっちだね。復活してるか。なんかいるね。でも霊がいるわけじゃないの。実績ここからは見れないのかな。あ、ベースラフに戻る、そういうのもあるんだ。ログブック、うん、あるある。ね、これショッピングフロアにある宝石。違う違う、それじゃない。ホテル、ホテル、あったあった。ショッピングフロアで商品をすべて吸い込んだ。これどれかわからないよね。この上が取れてなかった。取れるのかっていう話もあるし、どれをもって完了なのかわからないのが辛いな。逆だって。5でしょ。1、2、あらあら、幅ブレカこぼれまくってる。飲めねえじゃねえかお前。おめえのせいだ。はい、ね、頑張った。君たちは頑張ったよ。三匹まとめて仕込むスタイル。あ、お金もらえた。いつも思うけどさ、こういうゲームの消えるまで早すぎだよね。ここは全部吸い込んだと思うんだよな。だって全部割ったもんね。ここも吸い込んだと思う、うん、で今テレさんの振動がなくなっちゃったからここじゃないのかな。ここも取った気がする。これか。全ての商品、店がちょうど5つあるから、これだけで終わりだったらもうここも終わってるよな。難しいね。お気楽。振動がなくなったんだけど。ここ、ここ？トイレ？もしかして。なのか。いったー。なんでやねん。テレスリーだよ。逃げるな3番。逃げた。ルイージの頭についた。いない。
振動なくなってる。うい、囲まれた。おい、そこの赤いやつ。はいはい、武器を、武器をよこせ、武器だ。これが武器。武器はここにある。そこだ、届かない。この武器短い。うわぁ、2回攻撃。お化けスライムを別のスライムお化けに当てて退治、ね、なんかいろいろ実績が解除されたね。ここかな、取ってない場所。すべての商品をゲットせねば。ここの宝石はまだ3つ足りないんだもんね。こういうのでしょ。商品ゲット、商品ゲット。全部よこせ。この絨毯みたいなのが取れなかったんだよね。ダメなのかな。ふくふく、こうやってわざわざね、一個ずつゲットしていったはずなんだけどね。回復はルイージが取ってもルイージが回復する。ねえ、これ以上もうどうしようもないような。気もするが。9番ショット。やっぱ実績解除はグダるから後かな。テレサぐらいならともかくね。もうこれで全部感はあるんだよね。これ取れないし、これこっちか、違うな。風、もうこれ全部だよね。こんなんこれ以上ディ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 揺れた。テレサがやってきた。ん？ここじゃない、同じ場所じゃない。今揺れたんだよ。失敗したテレサはいつ復活？全然わかんねえや。こっちか。ディ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 、おお。いやいやいや、節穴だろお前。衝撃波。
限りバッグで どこへ行ったというのかね。来た来た。はい、すげえ。明るくなっちゃった。まあ、この中っぽいね、振動的に。ハロー。何か、何かいる。行ってこい。よし、行きまーす。ここ、この辺。お前か。違う。お前だ。いた。テレスリー、僕テレスリー。エリミス・テレスリー。何これ、見つけるまでがテレサ大使です。見つけさえしたらもう楽勝なのテレサ。今のとこそんな感じなんだけどな。オーケー、消えるの早いって。なんか今のところ見つけさえすれば即終わる感じなんだよ。まあ、結構テレサ捕まえたけど、さすがに実績解除までやってるとね、ぐだるのが目に見えてわかるので、次のフロア行きましょうか。次どこだっけ。確か小山博士が教えてくれる。小山博士、おばきゅうもの機能を試すのいいぞっと。ログブック、次はホールフロア、ね、スイッチオン。ここか、4階ホールフロア。フロアの移動長すぎ。多分ロードしてるんだろうけど。お、何か聞こえる。おお、オルガン、ピアノ。博士ビビらせないでよ。そうじゃ、ルイージ君、ベースラボへすぐ戻りたいと思った時は転送システムを使うと良いぞっと。使い方は VR を覗き込んでベースラボを選ぶだけじゃ。ひとっ飛びで戻れるぞっと。お、元いた場所に再転送される。これは便利。ルーラポイント的なものをね。なんでびっくりした。うう、コントラバス、シンバル、ポロリ、ドキドキ、ニコニコ。なんかこの上にあるスピーカーがケンウッドって感じがする。これはポップコーン。ん、なんか噛んじゃった。パリン。映画館って言ったらポップコーンだね。映画館じゃねえけど。このバイオリンに顔があるように見える。え？ああ、なるほど、なるほど、なるほど。とりあえず、うん、進もうか。進め。これは？掴めない？掴める。
掴めない。よし、返せた。多分攻撃食らうんで一発食らっとくか。あ、おばけん棒か。まあ思ったより厳しいな。だあ、こうやってヒントになってるわけか。くそ、受けれなかった。ここの部屋もある。受けるやつ、お、入れるやつ、入れないやつ。できるわ。あれ、何もできん。あ、引っ張るの。ははっ、テレサの顔が。知らん。真実の口。おお。誰かの隠し部屋って感じだね。はい、稼げ稼げ。なるほど、音楽が鳴る。なんかね、パターンありそうだよね。謎解き音楽になりそう。あ、なんかこれついた、ついたお。正しい順番に鳴らすと多分あれが開くんだろうけど。まあとりあえずまずは全部吸い込んだから考えよう。ここに掃除機の先っぽに詰まるのが困る。まずは全部回収から。大体取れたかな。これなんだろう。刺さるか。いや、調べるってある。うん、チーン。カーネじゃ。これも回せるかな。金金金金、世の中は金でできている。で、上さあ、謎解きだ。全部同時。ダークライト。これで一番左がついたでしょ。外れ。
ハズレ。お、なんかいった。ちょっとお前消えとけ。これこれ、これじゃない。ほっとくとダメになる。時間もある。次2個目これね。あ、もしかしてあれかな。あれ？あ、こういうことか。普通に音符の順番に鳴らしていけば。いけそうな感じ。ついた。ん ?2、3、4。え ?2回、3、4。4回やって休憩を。4回までこれでいい。1、2、3、4。あれ、揺れてるか。なんか上がね、吸うたびに揺れてるんだよね。てか、単純に狙い通り吸えないっていうのがちょっと。操作的な問題です。あ、わかった。水の量で音が違うんだ。で、だからこう、で、蓋かかってるやつはダメなんだ。ただ狙い通りにいかない。ねえ、イラッとするね。トゥ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 なんだろうけど、戻ってダメか。
細かい操作ができない。これじゃないんだって本当に。これじゃないってだからさ。よし、いや分かってたよ。普通にこれね、あの止まってるやつ以外を順番に鳴らす的な感じなのは分かったんだけど、操作が細かすぎて違うのやっちゃうっていう、そういうのはちょっと勘弁してほしいですね。